カロライン級系1 2洋館は、イギリス海軍の軽巡2洋館の艦級で、本級は、C 級系巡洋艦のサブグループの一つに分類されている。本級は1913年度計画において8隻の建造が承認されたが、このうち2席は、推進機関を改正して、カライアピ級系授乳洋館となったため、厳密にカロライン級として収益したものは6隻となった。 本級の基本設計は、アリシューザ休憩巡洋艦にとったが、公開性能に不満があった欠点を解消すべく、全長を3メートル、全幅を約0.7メートル伸ばして、船体を大きくしたことにより、海洋での復元性を改善した。本級のうちネームシップのカロラインは、博物館船として現存している。本級の船体は朝鮮首労型船体を、 採用していた。艦首は垂直に切り立った艦首から甲板上に、マーク1 2 1 0 2トル速射砲を棒立ての、ついた、単装砲がで並列で2機、司令塔と環境と一段の見張り所を持つ、短脚式の全部マストが立つ。等間隔に並ぶ3本の煙突の原則は、関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが、片元3組で、 計6組により運用された。左右の原則甲板上に 10.2cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで片原3機ずつ計8機配置されていた。後部甲板上に上部構造物が設けられ、後部単脚マストと後ろ向きに 15.2cm 手法が1機、後部甲板上に1ずつの計2機が配置された。収益後の1915年に、 カリスフォートとクレオパトラは全部甲板上にプラットフォームを設けてフランス製の戦闘機1機を運用できるように改装されたが1916年に撤去された1916年に 10.2cm 速射砲2機を撤去して 15.2cm 速射砲1機を追加した1917年に司令塔と 10.2cm べてを 撤去し、その代わりに 15.2cm 速射砲1機を追加して手法は4門となった。手法は、本級から、M121913 年型 15.2cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 45.36kg の砲弾を、行角15度で 12,344m まで届かせられる。 この砲を単装砲がで2機を搭載したが後に4機に増加した。砲がの不行能力は、行角15度、深く7度で、旋回角度は240度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分5発から7発である。 副武装として、マーク41904年型 10.2cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 14.06kg の砲弾を、行角20度で 8780m まで届かせられる。この砲を単装砲がで8機搭載したが1917年に、すべて撤去された。砲がの不行能力は、行角30度、不角10度で、 旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分13発である。他に、対空火器として1910年型マーク I7.62 センチメートル広角砲を採用している。 その性能は 5.67kg の砲弾を行角45度で 9970m、最大行角90度で 7160m の高度まで到達できた。単走砲画は左右方向に180度旋回できたが実際には上部構造物により社会に制限を受けた。方針の不行は行角90度、深く10度で発射速度は 毎分12発から14発だった。近接火器として、ビッカース1900年型マーク I4.7cm 速射砲を採用している。1.5kg の砲弾を、行角80度で 4570m まで到達できた。単装砲がは360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。不は、 行角80度、深角5度で、発射速度は、毎分25発だった。これを単装砲がで4機を搭載した。他に、手法では手に負えない相手への対抗として53.3センチメートル、魚雷発射管を、連装2機ずつ装備した。本級は、ヤーロー式重油戦浄水艦艦12機と、パーソンズ式直結タービンを高速タービンと、 低速タービンを一組として二組四軸を組み合わせて最大出力4万 SHP、最大速力28.5ノットを発揮した。なお、カリスフォートのミタービンはブラウンカーチス式だった。機関配置は第一次大戦前の走行巡洋艦と同じく機関区全部にボイラー室、後部に機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。 ありがとうございます。